金は払ってあるからね。持って帰るときママに見つかんなよ。それにつまみ食いすんなよ。うるさいな、わかってるよ。じゃあ何の話？ねえ、いや、その、今日はいい天気ですね。行ってきます。こっそりケーキを用意しといて、ママ、お誕生日おめでとうなんて、まるでホームドラマ、こちら。おー、翔太、これから練習だぞ。忘れてんじゃないだろうな。あー、ちょっと僕、用事が。待てよ。よーし、今日はみっちりしごいてやる。来い。ちょっと待ってよ、僕。行くぞ。それ。おらい、おらい。わ。あらら。待てー。くー、あれだ。おー、行っちゃった。もう、最悪。ボールはと確か、うわあ、おや、石の方が引っ込んだ。消えたんだよ。お化け。お化け？おい、いい加減なことを言うな。うわ、すぐに探すんだ。なくしたらお前の責任だぞ。キュー。うわ、あったのか。うキュー。うわあ、出た。驚いた。なんだ今のは。悪い夢でも見たような。早くケーキ買って帰ろう。翔太さん。ん、はい。いやー、言っちゃった博士。どうしたの。あー、言っちゃって。やべ、別に。そうだねえ博士、君は物知りだから聞くんだけど、お化けって本当にいると思う？お化け、さあ難しい問題だな。それが得体の知れない未発見の怪物を意味するのなら。いや、そんなややこしいことじゃなく、聞く。ベロベロバー。それ、そのお化け。は？よ、よっちゃんがお化け？ひどい、冗談にしてまんまりだわ。博士さん、行きましょう。はい、よっちゃん。誤解だよ。誤解だってさ。余談にトゲがありました。キュッキュッキュッ、なんでついてくんだよ。さよなら。待て、来るな。来るな。すんな、今のうちに。なんでって言われても。じゃあ翔ちゃんはなんだって逃げるのさ。なんで？だってお化けは怖いじゃないか。怖い、
僕が。どうして？どうしてって、ニカ、そういえば、あんまり怖くないね。どっちかといえば、どっちかといえば、おかしな顔だ。ごめんごめん。はい、毎度あり。お誕生日おめでとうって書いておいたからね。ありがとう。お母さんによろしく。おいしそう。ねえ、それ何？バースデーケーキだよ。バースデーケーキって？つまりね、生まれた日をお祝いして食べるケーキだよ。生まれた日を。そうだったの。ありがとう。なんだよ。では僕の誕生日を祝って。おお、いただきます。ほら、おいしかった。翔ちゃんって優しいんだね。だから僕大好き。冗談じゃないよ。いや、ママの誕生日のケーキを どうしてくれるんだよ。キュウちゃんなんかもう大嫌いだ。僕じゃなかったの。さて、これを飾ってと。よしだ。弱ったな。お化けが食べちゃったなんて誰も信じてくれないだろうしな。そうだ。おい翔太、うん、ママがお使いから帰ってくるまでにケーキも飾っておかなくっちゃさ。あの実は。早く箱から出してろうそくつけろよ。どうしよう。翔ちゃん家にケーキを一つちょうだいな。さっきもう一つ欲しいんです。はい、わかりました。はい、お待ちどう。ありがとう。毎度あり。あら、あらら、ただいま。あら、真っ暗だわ。どうしたのかしら。おめでとうママ、おめでとうママ。まあ、今日はママの誕生日だろ。おめでとう。翔太、ほら、早くケーキ出しなよ。それが、その、ダメだ。正直に言うしか。あの、お？翔太のマジックか。キュウちゃん、どうもありがとう。みんな、さあママ一気に火を吹き消して。じゃ行くわよ。やったー。おめでとう。ありがとう。さあさあ、ごちそういただこう。ケーキを切って。キュウちゃんっていいとこあるね。さあ、キュウちゃんの誕生日二人だけでやり直そう。キュウちゃん、誕生日おめでとう。しおちゃん、さあ、ろうそくを消すんだよ。うん。ふぅー。わ、しおちゃん、ごめんね。おはつもくすぐったいよ。明日ケーキ代払わなきゃなんないのに。冗談じゃないよ。お金払ってこなかったなんて。お金も知らないなんて。ああ、これだもんな。これから先が思いやられんな。翔ちゃんだ。